こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回のテーマなんですが、 脱おじさんポロシャツコーデベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けしたいなと思っています。まあ、ポロシャツって夏の定番アイテムですよね。まあ、トップスの選択肢って夏はそんなに多くなくて半袖のシャツだとか、あとは T シャツだとか、まあ、そこに入ってくるのがポロシャツかなと思うんですね。だいたいこの3択ぐらいしかないですね。まあ、その中でポロシャツというと半袖のシャツとあとは T シャツの ちょうど中間の位置にありまして結構使い勝手はいいんですね T シャツだとちょっとカジュアルすぎるよなという方もいらっしゃると思うんですね一方で半袖シャツだとちょっと重ね着しなくちゃいけないので暑いよなという場合 T シャツに襟をつければポロシャツが完成するのでちょっと強引な言い方なんですけどもまあそういった意味ではある程度涼しくてなおかつ T シャツよりは襟がある分綺麗に見えるので使い勝手がいいんですが 一方で、ポロシャツの本来持ってるイメージって、なんとなくおじさんっぽくないですかここがですね、結構難しいところで、まあ、アイテムとしては使いやすくて、大人の男性の中にも人気はあるんだけども、失敗するとおじさんっぽく見えてしまう。さらに言えば、失敗しなくても、本当にちょっとしたことでおじさんっぽく見えがちなのが、ポロシャツというアイテムなんですね。便利なんだけども、ちょっと難しさがあるポロシャツを使って、今回は大人の男性に似合うようなコーディネート 具体的に3つご紹介をしたいなと思っています、まあ、その中でちゃんとポロシャツどんなものを選べばいいのかここもすごく重要なんですね ポロシャツ選びで失敗すると、それをコーディネートでどうにかするっていうのがめちゃくちゃ難しいんですね。というのもあんまり重ね着しないので、個人的にはポロシャツは選び方すごく重要だと思っているので、このあたりも含めてしっかりとですね、大人に似合うポロシャツのコーデというところをですね、皆さんにお伝えしていきますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょうはい、ということで実際にですね、ポロシャツを使ったコーディネートを皆さんにお見せしてみたいなというふうに思ってます。まずは先ほどもお伝えしましたが、 ポロシャツ自体の選び方、これがめちゃくちゃ重要ですね。ここで失敗すると挽回の仕様がないんですね。というのはもう上半身ってポロシャツの上に何かを重ねにするってことはないので、もうこれそのまま出てしまうので、結構選び方が大事かなと思ってまして、僕の中ではポロシャツを選ぶとしたら、色選びがすごく重要だと思っていまして、まず絶対に失敗がないなと思うのが、 ブラックですとかネイビーのような濃い色なんですね。まあ、ポロシャツの中でも特に白とかライトグレーというのはまさにですね、僕らのイメージの中にあるおじさんが着ているポロシャツというイメージが強いんですね。ですので、そういった明るい色でなおかつ超土定番のものではなくて選ぶのであればブラックだとかネイビーのような引き締まるシャープなものの方が僕はバランスがいいと思ってるんですね。本来持っているポロシャツの カジュアル感だとか、あとはおじさんっぽさというものをブラックだとか濃いものでギュッと引き締めてしまうのが一番バランスがいいかなと思うので、今回はブラックのポロシャツを合わせました。こちらはですね、えっ、ー、と昨年、いや、一昨年ですね、購入したナノイニバースのポロシャツで非常にですね、デザインもシャープで無駄がないので個人的にも気に入ってるんですね。で、サイズ選びも結構重要で、昔はちょっとタイトにポロシャツを着るのが流行っていたりするんですね。 特に僕ら30代後半から40代ぐらいの男性だと、ポロシャツイコールピチピチのサイズ感。場合によっては襟を立ててる方もいたりするぐらいですね。ちょっとそれは時代遅れ感があるスタイルかなと思うので、できればサイズ感はですね。 ちょっと緩め。僕は普段ですね、S サイズがジャストサイズなんですが、ワンサイズ上げて M を選んでいます。まあ、このように適度にゆとりがあった方が今っぽいサイズングになるかなと思いますし、おじさんっぽさというところ、昔っぽいポロシャツの感じが出ないので、このちょいゆるサイズというところをぜひ皆さんは理解をしていただきたいなというふうに思っています。で、着方なんですが、僕はですね、ポロシャツ1枚で着るというのももちろんありかなとは思うんですね。 ちょっとこう、第二ボタンぐらいまで開けて、セクシーに着るようなポロシャツの着方もあるんですが、僕個人としてはですね、白 T の上にポロシャツを着て、ちょっと襟元だとか、裾の部分から白 T を覗かせてあげるのが、ちょっと根気的でいいのかなと思っています。このような重ね着というのが、まあ去年、一昨年ぐらいからじわりじわりと増えてきて、まあ、最近はすごく見かけることも増えたので、ポロシャツをセクシー路線に着るのではなくて、ちょっとカジュアルな感じというか、白シャツとか 重ねることで ま清潔感みたいなところを出してあげるのも僕はいいかなと思うので、こういったレイヤードスタイルもぜひ皆さんにはお勧めをしたいなというふうに思っています。で、ポロシャツに合わせるですねボトムスなんですが、今回はですねこういったグレー系のパンツを合わせました。これは今期のグリーンレベルさんとコラボレーションして作ったシアサッカーのグレーのパンツなんですが、ブラックのポロシャツに対してグレーのスラックスというところでモノトーンの着こなしにしているんですね。ここでブルーデニムとかそういったものを履いてしまうと、まあ、従来のポロ シャツのスタイルでで結構おじさんんっぽく見えるんですねブルージーンズだとか、あとベージュのチロパンっていうのは結構危険度が高いので、個人的にはこういったダークグレーだとか、 あとは、デニムを選ぶんだったら、リジットの綺麗めなデニムを選んだ方が、僕はですね、相性がいいかなと思うので、そのあたりのちょっと濃いめの色を選んであげた方が、僕はシャープにまとまりやすいかなというふうに思っています。で、足元なんですが、ここもですね、白のレザースニーカーだとか、もうシンプルなものでも全く問題がないんですが、ちょっとポロシャツというアイテムが、おじさん感、お父さん感が出やすいので、あえてシャープなグルカサンダルですね、こういったものを合わせてあげれば、すごくシャープなまとまりになってくるので、 こういった、ちょっとこう、ポロシャスというクラシックなものだったら、足元は少しシャープなものを合わせてもらった方がいいかなと思います。白レザースニーカーとか、あとニューバランスですね。ニューバランスも失敗するとおじさんっぽく見えるアイテムなので、そういったものをポロシャスと合わせるのは、意外と難易度が高いかなと思うので、シャープな見え方をするこういったレザーサンダルが意外と使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。まず一つ目の着こなしですね。これは非常に簡単なので、ぜひ皆さん、 トライをしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のポロシャツのコーデなんですが、今度はですね、思い切ってポロシャツの色をですね、変えてみたんですね。 こちら、ライトブルーというような、まあ、綺麗な色味なんですね。まあ、先ほどブラックだとかネイビーのような濃い色が鉄板だとお伝えしました。それはポロシャツの持つちょっとやぼったさをですね、思い切ってシャープに持っていくという方向だったんですが、今度のライトブルーというのは、まあ、こういったやぼったく見えがちなアイテムを綺麗な色でカバーするという方法なんですね。その点、このようなライトブルーだとか、あとはグリーン系ですね。ダークグリーンだとか、そういったものなんかは結構 綺麗な色なんだけども、割とメンズのコーディネートの中に馴染みやすいので、結構使い勝手がいいかなと思います。こちらもグリーンレベルさんとのコラボレーションで作ったものなんですが、このね、ライトブルーの色合いにはすごくこだわって作ったんですね。ネイビーだとかそのあたりがメンズにとってはですね、定番色なんですが、ちょっと重たく感じる方もいるかなと思うので、まあ、春夏らしさを出すという意味では、こういったライトブルーというのは、まあ、清涼感があって使い勝手がいいかなと思います。で、サイズイングもですね、先ほどと同じように少し緩めを意識してるんですね。 最近、ポロシャツのシュレットも、あえて最初からゆとりのあるものも増えてまして、こちらもですね、肩のラインがここにあっていて、最初からですね、肩が落ちているような作りになってますし、あとは身幅もゆったりめに取られているんですね。 まあこのように最近のボージャスというのはタイトな感じというよりは少しゆとりを持って着るものが多いのでこれぐらいのサイズ感ぜひ参考にしていただければなと思っていますで色使いなんですが上半身にある程度綺麗な色を持ってきた場合はボトムスはもう土定番のシンプルなものを合わせるのが一番使いやすくて今回はブラックのパンツを合わせていますこれはユニコーンのスマートアンクルパンツでもいいですし あとはグローバルワークのアーバンスラックスでもいいと思います。まあ、そのあたりのブラックの細身のパンツを合わせてもらえば、 このライトブルーの華やかさの印象をあるて抑えることができるので非常にバランスがいいんじゃないのかなと思います。ポロシャツのコーデはあまりゴテゴテとするのではなくて本当にシンプルでいいと思うんですね。色、差し色を一つ持ってきたらボトムスは引き締めて靴に関しては少し清潔感を出すように白レザースニーカーを合わせてみました。まあ、このような形がもう鉄板で使い勝手がいいかなと思うんですが白レザースニーカーだとちょっとこうベーシックすぎるかなっていう方は先ほどですね、僕が履いていたグルカサンダでも 結構相性がいいので履いてみますね。こっちの方がよりこうシャープな雰囲気になるので、個人的にはですね、こっちのコーディネートの方が。 好きなんですね。ちょっと見てもらいましょうか。はい。ちょっとこれをずらしまして。はい。こんな感じで、まあ、グルカサンダルはやっぱりこうトレンド感もありますし、シャープで男らしさというところも出ますので、まあ、こういったところも含めて、ブルーのポロシャツとも相性がいいかなと思うので、こういったコーデもできるかなと思うんで、ぜひですね、ポロシャツの選び方として、こういったライトブルーだとか、ダークグリーンだとか、そういった綺麗な色も結構使いやすいかなと思うので、皆さんもトライしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目のですね、ポロシャツコーデなんですが、今回のですね、主役はこちら、短パンですね。これを合わせることで、結構短パンの持つですね、小綺麗なんだけどおじさんぽさというところを、あえてちょっとスポーティな雰囲気に振ってみたわけなんですね。こういった着こなしも結構簡単で、多くの方には使いやすいかなというふうに思っています。 実はポロシャツ自体もですね、一番最初に着てたもの、あちらはですね、ナノイーバースのものなんですが、今回は変えていまして、今季のユニクロとセオリーのものに着替えました。これ最近買ったんですね。だいぶ今更感はあるんですが、ようやくですね、このポロシャツがめちゃくちゃ活躍する時期になったかなと思います。発売した当時はまだポロシャツ早いなという気がしたんですが、今まさにジャストで使えるシーズンなんですね。これ着てみるとめちゃくちゃ良くて、素材の質感、肌触り、 でもすごくいいんですねサラッとしていてサイズ感も少しゆとりが あるんですけども、今っぽいシャープさというところを兼ね備えた、もう抜群にですね、使い勝手の良い,いアイテムで、今更かよと思っている方も多いかなと思うんですが、ぜひ、ユニコセオリーのポロシャツ、皆さん使っていただきたいなと思います。着方は先ほどと同じように、白 T シャツ中に着ていますが、もちろん暑いという方もいらっしゃると思うので、白 T シャツなしで、そのまま1枚できるのももちろんいいと思います。まあ、サーダが見えている分ですね、よりですね、リゾート感というか、カジュアル感が出るので、まあ、そういった着こなしも十分に 良いのかなというふうに思っていますそして短パンを合わせる時に一つ注意したいのが短パンの色なんですよね この色がちょっとこうビビットなものだとか、あとはベージュだとか、そういったものだとちょっとこうおじさんっぽさが出やすいので、これまたですね、シャープに見えるようなブラックを選んでもあえてオールブラックにしちゃうか、あとはこちら、先日ご紹介しました無印良品のショートパンツ。このね、ダークグレーがめちゃくちゃいい色で、ブラックとの相性がいいんですね。このような形でモノトーンでまとめてしまえば、結構ポロシャツのスタイルでもやぼったさ、おじさんっぽさって全く出ないと思いす。 思うんで,すね、で、足元はサンダルを合わせて結構軽快にしてるんですが、これ、ビルケンシュトックとエディフィスのコラボレーションのもので、スエードのものなんですね。こういったものを合わせることで結構綺麗めな印象に見せることができますし、色自体もほぼブラックなので、モノトーンのスタイルを作ることができるんですね。 このような形で短パンポロシャツのスタイルも失敗するとめちゃくちゃおじさんっぽくなるんですが、あえて色の数を絞ってモノトーンに仕上げてしまうというところ。そうすれば結構見え方としては大人っぽく見えるかなと思います。あともう一つ伝え忘れていたんですが、ポロシャツというアイテムに対してこういった時計だとかバングルのような少しこう色気が出るようなアイテムっていうのは意外と有効です。あとこのようなカラーレンズの入ったサングラスですね。こういった ちょっとこう、綺麗めのアイテムというか、小物とかをうまく使いながら、ポロシャツの持つや暮ったさを消してあげると、すごくバランスがいいかなと思うので、ぜひですね、腕元には何か小物を活かしながら、モノトーンの短パンスタイルというところも、皆さん楽しんでいただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、おじさんっぽく見えないためのポロシャツコーデベスト3というテーマで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。 ま正直ですね、改めてポロシャツを着てみて、簡単じゃないけども、ちゃんとコーディネートすれば、大人の男性にとっては、強い味方になってくれるようなアイテムだということを再認識しました。ぜひ皆さんもですね、まずはポロシャツ選びですね。ここが重要なので、まあ明るい色ですね、白とかライトグレーだとか、そこら辺は難しいので、 ブラックですとか、もしくはちょっとビビットなライトブルーだとか、そういった綺麗な色を使うのもいいかなと思うので、まずはこのポロシャツ選びの方から身につけていただいて、あとはコーディネートですね。そんなに難しくないと思います。あんまりカジュアルに振りすぎないように、ぜひ皆さんですね、今回の動画を参考にしながら、真夏のポロシャツスタイルをですね、楽しんでいただければなというふうに思っています。 これからもですね、こんな形でメンツファッションの業務ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、あとはコーディネートの解説に関しては、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしていますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、なかなかですね、動画を見る時間がないという方も少なくないかなと思うんですね。まあそういった方のためにですね、オンラインサロンというものを開催しています。そちらではですね、一つの記事につき、だいたい1分ぐらいで読めるような おすすめのアイテムの紹介ですとか、コーディネートの解説を画像と文章で行っています。最近だとセールでのおすすめアイテムをどんどん皆さんにお伝えしてますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。